戦国時代、四国地方から近畿地方に進出していった三好家。細川氏に対して下克上を起こし、阿波をはじめとする四国東部のみならず、畿内一円に大勢力を有し、三好政権を築いたとされています。そんな三好家を成長させた人物、三好長慶。織田信長よりも先に天下を取っていたと言われているのはご存知でしょうか？今回の動画はそんな三好家についてのスレ動画になります。ぜひ最後までお楽しみください。なんで三好家って天下を取ったのに知名度低いの？天下という言葉が京都周辺を意味していることが知られていないからか。ぶっちゃけ鎌倉の北条家よりやりたい放題してた。将軍と戦をして追放してたからね。室町幕府も応仁の乱後、足利家の影響力がなくなったから戦国時代なんだよね。低くない。終了。取ってない。終了。将軍追放くらいじゃインパクトが少ないから。当時は他にも将軍追放くらいならしたやついるし、教科書にも載らないからね。やっぱり信長くらい派手なことしないと。将軍追放しただけじゃインパクト薄いっていうから思い切って義輝殺してみたんだけど。それでも三好家の知名度低いっていうわな。え、将軍殺しも三好だけじゃないって？くっそくっそ赤松のせいか。じゃあどうすればいいんですか？そうだ、大仏燃やしてみよう。そうすれば。実定も恩人の首謀討滅とか、インパクトのあることしてなかったっけ。長慶は何度も歯向かう将軍管領家に対して、いかにも手ぬるい処置だったのに弟がこんなことをやって、激怒しなかったんだろうか。戦国一、大甘ちゃんだったぜ。十分インパクトはあると思うが。マジレスしちゃうと怒られそうだけど、三好家がほぼ完全滅亡して歴史を書き残す人がいなかったことと、三好家の都たる境が衰退してその刑罰も歴史の波に揉まれて消えたからかと。これは俺の持論なんだけど、三好は支配地域で後世に残るような大規模インフラ整備しなかったのが滅亡を、三好の威風をしたって語り継がれなかった理由の一つだと思う。確かに境は三好の畿内進出の重要拠点ではあったけど、境の発展は三好のおかげというより基本境商人の自力の高さだし、拠点の西宮の越水城、大阪の芥川城、飯盛城は後世の各都市の発展にほぼ何の影響も与えなかった。まあ手間暇かけて城下町作るコストをかけなくても、経済拠点を抑えれば畿内支配に問題なかったからだろうけど、平の清盛、港神戸は和紙が作って遷都したった。豊臣秀吉、大阪に天下一の城作ったった。ついでに博多も復興させたった。こういうのがあればもっと近畿なり、徳島なりで知名度あったかもね。もっとローカルでも、岡山はわしらが作った。浮田も三好同様大名家としては完全滅亡したけど、岡山という城下町を一から作ったから地元では今でも愛されてる。いい指摘だと思う。朝倉なんかでも一条谷が残ってたら大大名扱いされてたろう。一致が聞きたいのが世間一般の知名度ってことなら、何か覚えやすくて面白いエピソードみたいなものも足りないからじゃないか。三本の矢だとか、中野奈良とか、石橋を叩いてとか。別に事実じゃなくてもいいから、テレビ番組や漫画などあちこちで使い回されるようなもの。そういうのがあると勝手に拡散して人物も有名になっていく気がする。知るきっかけが少ない。ないのが三好。畿内金国イコール室町的な天下だと仮に知ってても、織田と豊臣徳川の天下人は全国統一政権だけど、三好の天下は畿内金国だけで上の3つとは比較にならないからだろね。あと三好長慶は敵が足利義輝以外地味なのがあかんのやろね。正直一般的には誰だよそいつレベルなのがネック。宿敵、三好政長。知らんがな。直接の下克上相手、細川晴元。わからん。一番派手な合戦の相手、畠山高政。誰なの？一般的な知名度、人気の点を考えると難しいだろこれ。足利細川畠山とかよりもこっちの方がずっと難物に見えるんだけど。鳥鳴島のコウモリさんはもっとひどいんだよな。天下どころかど田舎でくすぶってた雑魚の方が人気って。宿敵、蘇郷正康。一番派手な合戦の相手、一条兼定。は？三好はクソすぎだからかと。信長が焼け太りしたのも三好が雑魚だったから。これまで松永久秀がとにかく悪人で久秀のせいで三好は滅んだって割と同情されてきたよね。でも松永久秀は実は忠臣で別に悪い奴じゃなかったんでしょ？長慶も別にボケてなくて最後まで正気で実権握ってたんでしょ？でもそうなると何が原因で滅んだの？三好自身がダメな子で自己責任で滅んだって結論になるんじゃないの？その辺どうなの三好としては。三好宗家の義継も三人衆の長安も松永久秀もみんな同じ十四以下で横並び。ここんち、誰が一番偉いんです？兄弟で二カ国も持ってる松永派。俺の死んだ後は宗家と三人衆、松永で仲良く殴り合え。
としか思えないトロイカ体制を残して長吉退場。こんな三本の矢がうまくいくわけがない。毛利じゃないか。三好三人衆とかいう微妙すぎるメンバーで構成された三好首脳部。絶対逃してはならない VIP。吉明の監視を担当していたのにあっさり逃げられる松永久秀。三好追悼の神輿を織田がゲット。絶対死んではいけないタイミングであっさり討ち死にする松永弟。山城に隣接する丹波はあっという間に三好喪失。三好三人衆と松永派できない一円で殴り合ってグダグダ。せっかく三人衆が松永派を追い詰めまとまりかけたのにありえないタイミングで久秀に味方し、再び三好を分裂させた張本人、行動力のあるバカ三好義次。せっかく織田に基準して川内藩国の守護になってたのに、義次が義明方に寝返って失敗。信長死ねやであっさり三好滅亡エンド。滅ぶ家って滅ぶべくして滅ぶんだ。織田がすごいっていうより三好が間抜けなんだ。それ見ると将軍殺し&義明逃亡が三好滅亡の始まりに思える。義輝殺しても結局三好に何のメリットもなかったな。代替わりで不安定な時期なのになんであのタイミングでやっちゃったんだろ。その後の賞賛とか議準とか果たしてあったのか。そういう意味では一応のその後の計画見通しは持ってたと思う。でも長吉晩年の二度目の改元申請の時点で朝廷側は完全に黙殺してるし、朝廷としては明確に将軍義輝の権威を三好の上に位置づけていた。要するに三好側の想像以上に足利将軍の政治的権威は重かったってことよ。結局のところ三好側の自己評価が朝廷や周囲の評価とどこかずれてた。それが一連の見通しの甘さにつながったのではないの。三好の衰退は将軍を殺した影響よりも直接的には松永と三人衆に篠原が絡んだ主導権争いが長引いたことが原因だと思うけど、畠山は三好追討ではなくて給料回復のために松永と組んだんだし、丹波での三好勢の決定的衰退は内藤総称の廃止からだし、将軍殺しが反三好の団結の決定的要因という考えは時系列的に無理があると思うよ。もしも松永と三人衆が分裂することなく義次を支えていたら、将軍家の復活は少なくとも機内の大多数は望まなかったと思うよ。応仁以来続いた機内の戦乱がようやく収束するんだから、わざわざ幕府を復活させて戦乱を呼び戻したくはないでしょ。三好以前に将軍をいただいてた大内とか細川も知名度低いし、細川は冒険の藤高は有名だけど、応仁の乱の細川山名も知名度低いしね。単に信長以前がそもそも注目されてないだけなんじゃないかと。三好家主役のいい小説でもあれば知名度も上がると思う。義次さん、浅井朝倉が滅亡した後も3ヶ月間粘ってたのに、いつ信長包囲網に参加して、いつ滅ぼされたか知らない人も多そう。3ヶ月は三好的には粘ったうちに入るのか。さすが信長上洛から2週間できない失っただけのことはあるな。義次も謀反するならせめて畠山くらいは諸子貫徹してやっとけよ。こんな甘ちゃんのボンボンに同調して挙兵した久秀は結果的に三好滅ぼした責任大。やっぱり松永の評価は関心でいいんじゃね。その理屈で言うなら明智光秀に瞬殺されて、領地を子外の重臣たちに速攻で分割された織田信長という魔王様もそんな大したことはないわな。大公殿下の死から関ヶ原まで何日だったかな。下克上の世で強引な手法で勢力を拡大した巨大組織ってのはカリスマが死んで求心力を失うと強力な遠心力が働くのよ。あまり意地悪く見てやるなって。秀吉死んでから関ヶ原までは1年以上あるんだが、やっぱり前頭主が後継者をはっきり決めて体制を整えておかないとどんな勢力も脆くなっちゃうよね。にしても三好の崩壊っぷりはもうちょっとやりようがなかったものか。他の有力な身内もバタバタ死んでたのが最悪すぎるし、天に見放されたというか天に潰されたとしか思えないレベル。天に見放されたっていうか、大仏、松永三好に仏罰当てたった。純慶、じゃあ、大仏さん素敵。大仏、おう。筒井純慶はこう思ってたはず、多分。慶応と多分側近の粛清が目的で義輝を殺す気はなかったんだと思うけど。すでに二人衆と松永派の暗闘が始まっていて、その間隙を塗って敵対勢力が義輝を神輿に担ぎ出す可能性があったから先手を打って殺したのかもしれないですね。殺す気ないのに成り行きで将軍殺したならうっかりミスすぎてそっちの方が末期症状だと思うが。やられ役のイメージがすごすぎる。うっかりミス中華大阪の陣の時の秀頼と家康秀忠の関係と同じ構図かと。当時はすでに天下の実権は三好の掌中にあったのに、未だに天下人のごとく振る舞う義輝。素直に人質を出して屈服するなら生かしておいて利用するが、反抗するなら天に2日なしで死んでもらわな仕方ないわな、と。
三好が都の主となって14年以上経っていて、都の人心は三好側に移っていたことも理解できずに三好を倒せると妄想していた義輝とその側近の方が末期的かと思うけど。義輝殺した直後から、畿内では畠山、湯沢旗の偽予潜在的な反三好勢力が総復活。反三好派の公家と連携しつつ三好追討で団結してしまう。その結果、河内でも丹波でも織田の上洛よりずっと以前の段階で三好の支配が及ばなくなってるよね。畿内の反三好勢力に格好の大義名分を与えただけでも将軍殺しは悪手だったと思う。淡く坊の将軍擁立があんなに遅れたのも三好側の内紛もあるけど、義輝の後に三好忠次にあるいは将軍戦議もあるかと。三好側には淡い期待があったからでしょう。個別の武将が合戦に強いかどうか個別の合戦に勝ったかどうかより、三好は敵を撃滅して最終的に支配地域の国一統治侍レベルで、直の家臣団に再編成再配置するとこまでやる余力が兵力的にも戦略的にも長吉時代からずっとないのが本質的な問題だと思うね。それをしないとたとえ合戦に勝っても敵対勢力が確固とした直の戦力に転化しないんだけど、三好の版図は畿内近国に広がったのに、それができたのは畿内ではせいぜい摂津の一部くらいだったのが弱い。あとは負けた方の大名国人領主が一時的に左遷、と面従腹背してるだけで、播磨の別所なんかまさにそう。だから多くの敵対勢力が負けても家臣団ごと勢力が温存されたまま残ってしまう。その結果三好の威勢に陰りが見えると、オセロゲームみたく支配してたはずの地域で勢力図が入れ替わっちゃう。旗のなんか20年以上にわたって延々と戦ってるのに三好は滅ぼすことができなかった。長吉死後あっけなく丹波を疾患するのはまさにそのツケが回ってきた感じ。それは三好家に限らず今川家にも同じことが言えるよね。とうとう宮三河の多くの国人衆を本領安堵によってつなぎ止め再編成再配置までできていない。三好家と違い今川家は駿河守護なので兵力はあるが武田家、北条家、織田家との争いがこれを許さなかった。そのため桶狭間合戦以降、今川家に不安を覚えるととうとう水戸三河の黒人衆が動揺して不穏な動きを見せ始める。吉本守護の三河離脱なんか典型的なところでしょう。まあ三好家にしろ、今川家にしろ、直轄領の拡大や黒人衆の掌握は簡単に手を出せなかったと言えるね。また永禄年間の代表的な戦国大名である北条家、上杉家、武田家、毛利家もこれと同様と言えますよね。でもちゃんと三好政権っていう言葉があるんやから天下を回していたのは確かでしょ。上杉に権限与えたのも三好だし。三好政権という概念は今谷明の頃から主に関西の研究者の主張で、背景には帝がいる京都が日本の中心なんや。だから畿内基盤にした三好も天下人に入れろや。という部分がやっぱり関西人の研究者にはあるのよ。だから概して三好倒した織田信長が嫌い。これに対して関東は割と否定的スタンス。三好はあくまで畿内限定の地方勢力であって将軍と帝のいる京都を抑えたら天下人認定と片田の形式主義前。三好なんて細川あたりと対して変わらねえよ。三好は織田と豊臣徳川の統一政権とは同一に論じられないって立場の方が伝統的に優勢。三好政権という呼び方概念自体否定する研究者もいる。関東は関東で戦国時代の始まりは応仁の乱じゃなくて影響の乱ですって人もいるしどっちもどっちでしょ。まあ最近は御法上を最近は持ち上げてきてるけど関東の方が圧倒的に研究者が多くて進んでるんだから関西非難するのは違うと思うがな。ぶっちゃけ畿内が日本の中心であったことを否定する方がおかしいと思うけど、ちなみに三好研究者は織田信長が嫌いなんじゃなくて、信長が全てやりましたって言ってる人らが嫌いなだけですよ。三好政権が短命ってよく言われることがあるけど、織田と豊臣と比べたら長い方だけどね。三好家、織田家、豊臣家の政権の長さは50歩100歩で大して変わらないよね。しかし番図や政策などその影響力で比較すると三好家に評価できる内容が少ないかな。三好長吉が足利義輝を切り捨てないで二度の和解と京都からの撤収がなんともってところでしょうか。自分もあなたの意見に近いです。三好は大好きだけど、植邦政権の畿内以外の地域への影響力統一政権としての同時代構成へのインパクトの大きさは三好の畿内支配とは比較にならないと思ってる。だから三好と植邦を同じ天下人というカテゴリでくくるのは割と違和感ある方。でもこれって関東の研究者の見方にむしろ近いのか。関西人なんだけどな。単純に四国がほとんどバックアップしてないからだろ。武田、上杉、織田、豊臣は、山梨、新潟、愛知、大阪の布教活動が壮絶。毛利と薩摩はさらに別格だし。三好長吉は、室町幕府に代わる三好政権を打ち立てた。両国は、山城、丹波、摂津、
播磨、淡路、阿波、讃岐、伊予、泉、河内、大和、若狭に及んだ。これは高く評価されるべき。ただ、将軍家や官僚家を傀儡にするやり方だったので目立たないだけ。信長も三好より規模がでかいだけの天下だし、豊臣も肝心の徳川を滅ぼせなかった時点で天下人にしては中途半端。三好は政治を行っていた時点で織田より上かもね。イメージにとらわれずにきちんと調べて、細川三傑政権と比較すると、三好政権の独自性ってのはたくさん見えてくるんだよ。一揆との関係とか宗教政策とか、中でも一族ぐるみの宗教政策の巧みさは特筆ものだと思う。滅んだから失敗した政権と切って捨ててしまわずにきちんとその業績は評価されるべきだよ。誰も三好の方が織田より上なんて言ってないと思うけどな。それぞれのやり方があっただろうしな。信長のやり方、長吉のやり方、秀吉のやり方。信長は武力で抑えるやり方、長吉はその反対。信長の場合は圧倒的武力で抑え込むやり方が一番良かったし、結果それでいけた。長吉の場合は武力で抑えつけられるやり方ではダメな時代でもあったし、源平の合戦も規模的には小さいからね。だから平氏は関東で苦戦して源氏に負けたと。当時の天下人も京都周辺でしか軍事力を発揮できなかった。平氏は京都を追われたら西国から無視されて敗れたと。鎌倉幕府の初期の源氏三代も京都を抑えていなかった。京都の平氏を追い出しただけで京は朝廷の影響下にあった。源氏は朝廷を助けただけになってたのね。実朝が暗殺された後、六波羅探題を設置して京都を抑えてやっと天下を取った。それまでの幕府は関東を治めていた武家政権に過ぎない。西は朝廷の影響下にあった。だから上級の乱が起きた。三好も十分織田と豊臣と同等に評価できる。細川政権は応仁の乱後50年と長かった。この細川を見ても京都を抑えるのは難しかったと。細川時代に三好織田と豊臣より先に天下に一番近づいたのが大内義興で、義興も過小評価されている。実力的には当時一番力を持っていた。ただ雨子や京都の政変のせいでタイミングが合わなかった。いかがだったでしょうか？実際のスレにはもっと深く話している部分もありますので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。今後もこのチャンネルでは、戦国時代に関した動画を上げていくのでぜひチャンネル登録してください。